お腹がなかなかへこまないよって方は、実は今回の腹筋ができない傾向にあるんです。今回の動画を最後まで見ると、なかなかへこまなかったお腹の理由というのが分かってきます。一緒に頑張ってやっていきましょう。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、なかなかお腹がへっこまないよって方におすすめなゆりかご腹筋紹介していきます。この腹筋できないとお腹がへこまないんです。というのも、お腹がへこまない人ってお腹が引っ込めれてないだけなんですね。お腹が出てない人も、実は力抜いてよって言ったらお腹今より出るんです。腹筋が割れてる方にも、お腹の力抜いてって言ったら今より出るんです。ということは、実はお腹の力がある人、骨盤が正常の位置にある人っていうのは、自然とお腹をへこませることができているんですね。寝てる時なんかお腹がもちろん出てます。ですが、立ってる時、座ってる時、エクササイズをしている時っていうのは、お腹に少し緊張する意識ができているので、お腹がへこんでいるんです。その緊張というのが身につく腹筋になっています。今回まずお腹をへこみやすくするためのゆりかごを30秒、その後にお腹に効かせやすい状態になってますから、レベルを2つ変えて、下腹、腹横筋にしっかり効くメニューというのを紹介していきます。一緒にやっていきましょう。スマホ持ちながらできます。はい、まずお腹出ている人の多くは腰に隙間ができてしまうんですね。この隙間ができなくなった姿勢というのが身につくと、立っている時も座っている時もエクササイズしている時にお腹に力が行きやすいんです。この状態を、この隙間を埋める骨盤の意識っていうのを作るために、膝を抱えて、このままスマホを持って、こういう感じで、こういう感じでね、揺れていきます。あんまり足でグッてやったらダメです。自然とこの体の位置が変わらないように転がっていきます。今音が静かだと思うんですが、この音がこういうバタンバタンってなったら、腰が反れてる証拠です。腰をしっかり丸めることができれば音がしません。できれば床が硬いところでやった方がいいです。もちろんヨガマットがあれば敷いてください。これを30秒間一緒に転がってみましょう。しっかり腰を丸めることがポイントです。もう起きようと思ってしまうと、その時点で腰に隙間ができる形になっているので、起きるって感じよりも丸くなるっていう感じです。いきましょう。30秒です。こういう感じです。スマホは手に持ったままでいいです。どうですか、転がれてますか。しっかり下向いて腰を丸めてください。呼吸はリラックスでいいです。起きる時にお腹に少し力入れたらいいです。はい、 OK。 今の腰を丸める意識がお腹に力が入っている意識です。この意識を踏まえた状態で、足を90度に曲げて、スマホを持って足を下ろしながら、同時に起きて足を伸ばす。寝る。息を吸ったら吐きながら、ふーと息を吐き終えたら戻って吸います。5回いきましょう。呼吸は5秒間意識して吐いてください。スマホ見ながらでいいです。それではいきましょう。スタート。しっかりさっきの腰の感じです。4、5、はい、1、2、3、4、5、はい、3、2、3、4、5、しっかり腰丸めて、4、2、3、4、5、はい、ラスト、5、2、3、4、5。あー、 OK。やっぱりね、初めのゆりかごやったんで、多分腹筋に効きやすい状態になってると思います。今の分でも結構効きましたよね。最後もう一種目です。はい、最後は足を少し広げて足の力を抜きます。さっきの丸める腰を作って、スマホ持ってゆっくり倒れて
で、足がちょっと浮いたらキープ。ここ10秒キープです。10秒経ったらもう一度起き上がってゆっくり寝ていきます。呼吸10秒、息吐きます。5回です。ゆっくりいきましょう。いきます。息吸って吐きながらスタート。ストップ。1、2、3、4、5、6、7、足の力抜いて9、10、はい、起きます。はい、吸っていきましょう。2回目、ストップ。1、2、3、足の力抜いた方が効きます。6、7、8、9、10。3回目、ゆっくり。はい、1、腰がついたらキープです。4、5、足はリラックスです。7、8、9、10。4回目、いきましょう。頑張って。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9。きつい。ラスト、いきましょう。はい、ストップ。1、2、3、4、5、6、7、8、9。腹が痛い。お疲れでした。いや、今回のね、一番初めにゆりかごやるっていうのがポイントです。やはりゆりかごしないと、いきなり腹筋やエクササイズすると腰が反れている方は腰が伸びない硬いままでやってしまいます。腰を柔軟にしてお腹をへこませる、さっきみたいに腰を丸める意識でどのエクササイズもやらなければ体幹が安定してない状態で、ただね、10回とかただ1分とかやってしまうだけになります。すごくもったいないです。今みたいにゆりかごで腰を伸ばしてお腹を締めとくっていう意識を身につけてから、そっからエクササイズに入るとすごく体幹が安定して使われる筋肉も増えますんで、ぜひね、やってみてください。頑張ってやったよっていう方はね、ちゃんと転がれたよ、全然転がれなかったよっていうのはね、コメントで教えてください。各種 SNS も行ってますので、よかったら説明欄からリンクのフォローやご質問、リクエストなどお待ちしてますんで、コメントください。今回もご視聴ありがとうございました。